日本語コンテペイ、日本語学習者の皆さんをいつもいつも応援するポッドキャスト。は今日は旅行について。旅行、皆さん好きですか？旅行。はい、日本語コンテペイの時間ですね。元気ですか？僕は今日も元気ですよ。旅行最近しましたか？1年前、まあ今年も長い間旅行ができなかった国がたくさんありますね。理由はコロナウイルス、 COVID と言いますね。新しい新型コロナウイルスのせいで、あいつらのせいで、僕たちは長い時間旅行ができませんでした。まあもちろん他の国に行くこととか、あとは自分の国の中でいろいろな、ね、場所に行くことが難しくなった。この前日本でまあ随分、まあ結構コロナウイルスの状況、シチュエーションですね、状況が良くなった。その時に、僕は家族と、まあ僕と僕の奥さん、そして子供、3人で、まあ1日だけの旅行に行きました。旅行、まあ小さい旅ですね。本当に小さい旅。電車に乗って、東京の田舎に行きました。東京の田舎。奥多摩という場所、奥多摩。そこはまあ僕が住んでいるところから電車で1時間半、電車で1時間30分ぐらい、そしてバスに乗る、まあ少しだけ。そこは本当に綺麗な自然があります。そこには自然がたくさんある。山がある。山がたくさんあります。そして川がある。川がたくさんあります。湖がある。まあ、湖というのは、まあ、川みたいな。まあ、水がたくさんあるところを湖と言います。美味しい食べ物。あとは、のんびりした生活。まあ、ちょっとライフスタイルが違いますよね。日本の田舎。日本の田舎のライフスタイル、よかったですよ。そして帰ってきた、東京に戻ってきました、ね、朝家を出て夜家に帰ってきました。そういうのを一日の旅ですね、一日だけ、日帰り旅行と言います。日帰り旅行、日帰りというのはその日、一日で帰ってくる、日帰りと書いて日帰り旅行と言います。悪くないですね。もちろんホテルとかね、旅館に泊まる旅行もいいけど、まあ一日だけの小さい旅、日帰り旅行、リフレッシュするには十分ですね。皆さんは日帰り旅行最近しましたか、ね、いいと思いますよ。それではまた。チャオチャオ、アスタルエゴ。またね。